ヨラムはユダ王国第五代の王である。ヨシャファトの子で父、ヨシャファトを助けていたが、北イスラエルのヨラム王の第五年目に三十二歳で即位した。妻は北イスラエルの王、アハブの娘アタルヤであった。妻にそそのかされてヨラムは、あるから離れ、ヨシャファトが要塞のある町に配置した兄弟六人を殺害した。さらに、アハブとイゼベルの信仰に習い、 偶像礼拝を復帰させ、自身も偶像礼拝に従った。父が除去した高きところを復興した。預言者エリアは手紙を書いて、ヨラムを厳しく非難した。ヨラムは罪のゆえに裁きが来るという警告を受けた。ペリシテ人とアラム人がユダに攻め上り、王宮の全財産を奪い、ヨラムの妻子をすべて奪い去り、バッシーエホアハズだけが残った。これが、 後のユダ王国第六代の王アハズヤである。ヨラムは親戚だった北イスラエルの王に従ったので、神からの罰として内臓の病気になり、2年間苦しんで病没した。彼の死を惜しむ者はなく、彼はユダの王たちの墓には葬られなかった。エドウィン・ティーレによると、ヨラムは北、イスラエルで用いられていた、非則遺念方式の算定法をユダ王国に採用したと言われる。 また、ヨラムの知性に度むと、リブナがユダ王国から離反、独立した。ありがとうございます。